勝沼市館、勝沼市館は、山梨県甲州市、旧東山梨郡勝沼町和座御所にあった、戦国時代の館、日本の城跡である。1981年、昭和56年5月28日、国の史跡に指定されている。旧勝沼町域を東西に貫流する氷川ワ岸の、旧街である貸手団球場に立地する。標高は418メートル。 勝沼氏は海、武田氏家臣で、親族集。海主後、武田信虎の弟である信友に始まる家系。勝沼氏官は、甲府盆地東端に位置し、小山田氏の領する、軍内領の目付として、また海東地方の支配を任されていた。館後も甲州道中に面子軍内へも近く、海東を一望できる位置にある。1973年。 昭和48年に県立ワインセンターの建設候補地として調査が行われ、館跡の発見により内閣部が全面保存となり、1977年にかけて行われた7時の発掘調査によりほぼ全容が解明された。館は主角部と外閣部から構成され、主角部は東西90メートル、南北60メートルで北側と東側に、 内堀が見られる。生活遺構が多く、礎石のある建物詩が二十三棟ある。塩石を用いて構築された水路詩は幅三十センチメートルと四十五センチメートルのものがあり、井戸と推定される水溜り詩と連結している。門詩は土類を利用したこの字型で、新旧の二時期があり、礎石があることから上屋が存在していたとも考えられている。また、 無意向部分から、広場市、庭石から庭園上以降、ピットに焦土が充満した、焦単や施設を伴う工房以降なども見つかっている。出土遺物では、すすの付着から豆苗用と考えられている、はせ出土器や、瀬戸美のさん海遊皿、天目茶碗、中国産の聖地や白磁、染付などの陶磁器類をはじめ、鉄砲玉や刀装具などのブグ類、金橋や金槌、毛抜き、 茶臼、金属製農具や、すずりなどの日用品、六器大皿などの宗教用具まで幅広く出土している。カツヌマシア型跡からは、食具も出土している。漆器の安類は、日用品であったと考えられており、二重の貴公門、花長門が描かれたものが見られる。中には薄で、小型のものも存在し、女性用であったとも考えられている。食であるお式は、 ヒのキ材、側板が桜材で削続けられており、足はなく一辺が三十センチメートル程度の小型のもの。箸は断面が膨らみのある長方形で角橋に近く、両端がすぼまっている。おろし板、しゃもじ、用字も出土している。また、館跡周辺には、輝敷や奥屋敷などの地名も残っていたが、館跡の発掘調査により、 周辺の街路や町割りなど、旧跡の実態も明らかとなった。勝沼ヌマシアカタからは、中世、十五世紀代の動物遺体、哺乳類、魚類、鳥類が多数出土ている。出土した動物遺体のうち、哺乳類は死界の死子犬ぬ馬の4種。狩猟対象である鹿が大多数で、部位の重複がいないことから一個体の若け者であると考えられている。鹿は、 骨としての価値が低い椎骨、肋骨に切れ跡が見られることから、食肉用として解体されたと考えられている。中性武家巨漢における、肉食の存在を示す資料として注目されている。犬は幅約5メートル、深さ1.6メートルの堀の最下層から出土し、上腕骨1点が確認されている。魚類は、アジカの小型魚類、タイカ、スマカツオスマが出土している。 15世紀段階での会における海産物流通の資料として注目されている。他、マグロ族が出土しているが、広大の混入であると見られている。鳥類は、鶏が出土している。中世海における海産物の流通に関しては、文献資料では、笛吹市三坂町二宮に鎮座する二宮三和神社の二宮祭礼町、戦国期の天正年間が知られ、 ソーダガツオ、イワシなど海産物の存在を記録している。高校資料では、南アルプス市大使の大使東丹堀遺跡から出土した鎌倉時代のマダエが知られていたが、2009年には、勝沼市屋形跡,跡の他にも南アルプス市のヤゴシマ、西の久保遺跡において15世紀頃のソーダガツオ族が報告されている。勝沼ヌ屋形跡では、外郭部に単野遺が検出されていたが、 内閣部にも、小単屋施設を伴う、土間建築遺構が検出されており、修行と水たまりも伴っている。外閣部と別の単屋施設の用途は不明であったが、2009年には、小単屋遺構室土土器の調査において、金粒や茂本素が付着した土器、溶融物付着土器が検出され、勝沼市管内部において、金の精錬・加工が行われていた可能性が想定された。 黒川金山や湯の奥金山では鉛を用いた配布気法による精錬が行われているが、山梨県立博物館では、蛍光 X 線透析撮影によるカツヌマ跡湿度の溶融物付着土器と黒川金山や中山金山湿度の溶融物付着度との比較を行い、カツヌマ跡湿度の溶融物付着時には、金粒以外で鉛が少なく、ビスマスが、 特に多い傾向が認められ、これは黒川金山湿度の溶融物付着時と共通することが判明した。この結果から、勝沼市や片跡では近接する黒川金山から金鉱石が搬出され、精錬、加工が行われていた可能性が指摘されている。また、勝沼主館と氷川を挟んで対岸に位置する勝沼町上、岩崎の福寺遺跡からは、 戦国期のヒルモ菌、五金識20点と大量の埋蔵戦果が出土している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。